富士グランミドリーは、広島県広島市浅南区に所在する、富士が展開する、ショッピングセンターを核とする、複合商業施設である。この項目では、建物所有者の、ミドリー・まちづくり株式会社や、居住棟、ミドリースカイステージについても扱う。ミドリー駅前再開発事業で建設した建物を、ミドリー・まちづくり株式会社が取得。 富士などが入居する商業棟と住居棟、緑いスカイステージで構成されている。建物の所有者の緑い町づくり株式会社の出資率は地権者が60%。その他、広島市、地元の金融機関、町内会などが出資している。緑い町づくり株式会社は隣接している住居棟、緑いスカイステージも所有。 周辺の循環バス事業や立体駐車場を活用した緑駅のパークライドに100台分の駐車場提供も行っている。2000年3月4日に再開発ビルの管理会社を設立した時点や再開発工事の着手時点までは商業旨にはマイカルが出店予定だったがマイカルが破綻した影響を受けて2003年に富士に変更され、 2004年10月2日に、富士グランミドリーとして開業した。パークライドは、月額料金1万5千円の利用料金で、月額1万円分富士の商品券で還付される、ことで、事実上月額5千円で利用することができる。ミドリー、町づくり株式会社関連以外の近隣施設は、天馬やミドリー店や、小島、ビッグカメラ、広島インターミドリー店が、 ペデストリアンデッキで連絡されている。またペデストリアンデッキは、中居棟、緑スカイステージや緑駅とも連絡している。2019年6月に富士グラン緑は、店舗、等や、サイン、立看板等を、新ロゴに刷新した。1階及び2階は、富士が、出店、2階医療、暮らしの品フロア。3階には、シネマコンプレックスの東宝シネマズ緑及び、 スポーツクラブのルネサンスなどが入居している。4階及び5階には、地域交流の場の緑ギャラリー、パッセージをミドリー、緑、ちづくり株式会社が運営。4階以上は、立体駐車場にしている。現時点では、富士グラン店舗では、採用例の少ない、新ロゴの看板を使用している店舗である。富士から発表されている、平成20年2月期から、 平成22年2月期の売上データである。平成23年2月期以降4月発表分は、店舗別のデータは公表されていない。なお、売上額の単位は100万円である。東方シネマズ緑は、富士グランミドリー3階にある、東方シネマズ株式会社が経営、運営している、シネマコンプレックス。富士グラン、ミドリー開業に先駆けて、 近未来の未体験シアター誕生のキャッチコピーで2004年10月1日に開業した8スクリーンあり一番入場人数が多いスクリーン2外422人収容8スクリーン合計1360プラス19人収容できる館内はバリアフリー構造を採用スタジアム方式の劇場になっているスクリーンには 音響効果サンクスに広島県で初めて対応。2011年現在で広島県内唯一の対応になっている。広島県内の東方シネマズはここのみである。緑スカイステージは広島県広島市浅南区に所在する超高層ビル。広島県住宅供給公社により建築された。分譲用、区画79個、賃貸用。 区画27個、県立車用区画11個の計117個分整備されている。仮想会には商業施設が整備され、3階にはクリニックフロアを整備している。緑駅前再開発事業でできた施設のため、駅とはペデストリアンデッキで連絡。もともとの緑地区の立地条件により、広島インターチェンジや祇園新道終点とも連絡している。 商業棟内に1600台分の無料駐車場を整備している。また、近隣にある天馬や緑店や、小島、ビッグカメラ、広島インター緑店と提携して、合計2500台分の無料駐車場を確保している。ありがとうございます。